大田俊孝8月19日2020年4月15日は日本の木工造経過木創社前代表1949年北海道旭川市長山町を生まれ実家は明治の開拓頃北海道庁長官第七師団長を歴任した長山武四郎を祀っている長山神社1972年 国学院大学文学部新透学科卒。1986年、神奈川県秦野市にアトリエを設ける。1996年、北海道上川郡東馬町に移住。レンガ作りのベーをリフォームして、自宅兼アトリエ、寄贈者ジェンを設ける。銀座山ハカグショップ面白いステン受賞。オーストラリア第3回ナショナルウッドコンファレンス招待。出品。 同点81回転新人賞受賞。同点87回転海遊水鏡などの実績がある。また、神奈川県秦野市の出雲大社相模分祠のの御しは、大田の作品。2018年、千葉県茂原市の中古一軒家を購入。毎年10月から翌年4月まで滞在。春から秋シーズンは、北海道東馬城のアトリエに滞在。二千十八年九月、 自身の作品集出版のため全70作品を約10日間かけて改めて写真撮影を決行。撮影は、同郷の写真家、谷口雅彦。2019年8月、大田俊隆全作品集、紀元次回を出版。2020年4月、移住先の千葉県茂原市にて旧生。70歳。2021年9月14日。 北海道東馬城のアトリエ県自宅、寄草社前にある70作品のうちの約半数の作品が、茨城県笠間市の日立国出雲大社内のギャラリー、桜林館にて行われる、追悼展のために運び出される。当、追悼展でおもだった作品が販売されることが決定し、その作品たちは8月いっぱいで、北海道では見納めとなる。2021年10月、 茨城県笠間市の日立国雲大社内のギャラリー、桜林館にて、追悼展が、開催予定。木送者、ジェントップス、tablog.com スラッシュ、北海道スラッシュ、a 0 1 0 4スラッシュ、a 0 1 0 4 0 4スラッシュ、1040324スラッシュ、d t l r v w l s t スラッシュ。ありがとうございます。